おはようございます塚原農園です今日はナスの育て方栽培方法について紹介をしていきたいと思います9月にもう入りますねちょうどこの季節になるとナスは病気と害虫が発生します特に高温が長く続いている日中30度を越している日がもう毎日のように続いていたりとかまた全く 上から雨が降ってこないこんな時に出るのがまず最初に害虫ではででですすは空気中を飛ぶことができるんですね、まあ、トンボとかカブトムシのように羽を持って飛ぶわけではなくて風が強く吹いた時にその風に流れるように風に乗ってふわっと飛んできてそれでナスに付着することがあります。 体はとても小さく目でで確認すするのは結構難しいですね視力のいい方でしたらよーく目を凝らせばちっちゃいプツッとしたものが目で確認することはできるんですが、まあ、こう乾燥している雨が全然降らない真夏日のような日が毎日のように続いていると肌にはこのナスなどを特に好んで環境がとてもいいので。 どん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 飛んできては好きなものが植物があるとそこへ寄生して食べ出すんですね、まあ、目で見て確認できないのは仕方がないのでどうすればいいかといえば予防ですね何よりも虫に食べられる前に予防して常に置くことによって肌にが嫌がる環境を作ってあげるということです。 葉っぱの方が穴が開いているものは、だいたい蛾の幼虫が、卵からかえって、まあ、成虫になる前にたくさん栄養をつけようとかじっているものですね。まあ、例えばこのあたりかじられてますね。これはほとんどがタバコガなどが多いですね。こんな感じでかじられているもの。こういうものは、まあ全体的にたくさんかじられているものが増えてしまっては、まあ、これは光合成する大切な葉っぱの。 葉面積が少なくなってしまうのでそれはたくさん穴が開いているとこれは心配ですけれどもまあ、こんな感じぐらいでは大したことはないです多少実っているナスの実などにも穴を開けたりかじるくらいですがこれは致命的なものではなくて気づいた時には例えばオスのスプレーとかなどですね前回も紹介させていただきましたが例えばオスの中にニンニクと タカの爪などを入れて1ヶ月間熟成させたものこれを水で薄めて霧吹きなどこうボトルに詰めて定期的に噴霧しておくだけでこういう虫が葉っぱをかじるのが嫌がるということでこういう蛾の幼虫は忌避効果として。 そういういことはできますね増やさないといととうことなのでこう農薬などを使わず普通に栽培していますがほとんど穴開いていないですよねちょっと一箇所あの辺りにここと先ほどくらいで被害がもうないとやっぱり最初は卵を産みつけられればそこから幼虫が帰るので帰ったばかりはやっぱりお腹空かせてますから一応食べようとはするわけですよね。でも常にニンニンクとかののスプレーが葉っぱの裏 茎実とかもう全てにかかっているので食べたらまずいって思うんじゃないでしょうかねそれで嫌がってどん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 食べるということをしないということでこういうふうに守られているということですほ他にも例えばアブラムシとかもナスは大好きですよね。雨が降らないとアブラムシもすごく大発生します。 で特にキュウリなどもピーマンなどもトマトなども含めこういうナスなどもアブラムシがこういう葉っぱの裏とか、えー、めくっと見るとびっしりとつくことがありますまあそれも抑えるためにもまずはお酢のとニンニクと唐辛子のスプレーで、えー、こういうガの幼虫とかアブラムシとかを抑えてやっていただければと思います。そしてななんですけれども残念ながらこの にんにくニク、唐辛子だけのスプレーでは、えー、対処ががででできないんです、ね、効果がないといいんすすね効果ととうことです、まあ、実験的に肌にがいっぱいついているような、えー、年があったのでそこへ噴霧して様子を見たんですが全く減ることなく、えー、むしろどん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 そのまま様子を見ていたら増えてしまったということで、えー、残念なにんにくお酢の唐辛子のスプレーは効果がないので、まあ、その代わりにどうしましょうかというところで、はいえー、今回使うのが <laughs> こちらですね。 えー、上路に入ったただの水になります、えー、これを上からバシャーっとかけてあげるんですね雨が降らないと、えー、上の方が葉っぱが、えー、結構乾きますよねだから肌荷が移動しやすいんです、えー、この水をかける時間帯は夕方やると効果的です日中の暑い時間帯は肌荷は体がとてもちっちゃいので太陽の光線強い日差しを浴びると、えー、すぐに 死んででしまうわけですよね、まあ、よく今の季節だと蚊が飛び回っていると思うんですが蚊なども例えばシマッカとかそういうものも日中ってほとんどいないですよね気温が高い日がピッシッと当たるようなところだと自分の体のがちっちゃいのでやっぱりすぐに体の水分が蒸発してしまうような感じなのでそれで嫌がって。 隠れているとで夕方涼しくなってくると面白いようにちょっと人が歩くだけですぐにたかってきますよね血を吸ってくる、まあ、それと同じように肌にも夕方涼しくなってくると活動しやすい環境に気温が下がってくるのでそれでどこかしらにもしいた場合隠れていたところから少しずつ上の方に上がってで一番おいしい例えばですけどここですねこの新芽ここが 好きなんですねこの下の方の大きい葉っぱというのは最初は面白いように食べません下の方にも新芽もあると思うんですがまた大きい葉っぱもあるますよねだからどこでも食べてしまわれてもおかしくないと思うんですが面白いように上の方についているこの成長点から肌にいて食べだしますなんかそういう習性があるのかなまたここが一番栄養価が高くて美味しいっていうのが そういう遺伝子レベルで分かってるんですかねこう上がってくるんですねここの成長点のこの真ん中の芯の一番柔らかいところをまずはかじり出しますで、まあ、かじるというかここの汁を吸うわけですねナスの養分を えー、この中に肥料とか、えー、吸い上げるときに水も吸い上げてでこの中に養分がいっぱい溜まっているそれがな、えー、肌にとって、えー、ご飯になるのでそれを吸っているとそうするとここがだんだんと、えー、しぼんできたりとか、えー、ちょりちょりっとなって、ね、これが、えー、なくなっちゃいますいずれ消滅しちゃうんですねこんな感じでなくなっちゃうんですね。で次にこの葉っぱ出たばかりのところも柔らかくて美味しいのでこれがこんな感じでシュワシュワシュワシわしワ,ュワと 内側にくるくるっとなったようになってでだんだんと下の方の大きい葉っぱの方まで伝染していきますそうするとこんな感じになった状態で成長点が蜘蛛の巣を張ったように、えー、なんだか蜘蛛の巣のこう糸がぐる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 っと細かく巻き付けられたようになってますそれはハダニの特徴なんですねハダニもいろいろ茶のほこりだに えー、ただのハダニとかハダニといっても何十種類っているんですけれどもこのナスにつきやすいのは、えー、茶のホコリダニと、えー、普通のハダニというものでこれは人に悪さをするものではなくてこういう植物の 養分を吸って成長するダニになりますのでそれは心配せずにこういうナスなどの剪定もしてみてください。でこういうふうにならないようにと上の方涼しくなってきてこの上を食べ出して歩いてきているのであればこれを洗い流しちゃうんですね。 はだになどがいっぱい被害に遭いやすいので葉っぱに水をかける葉水ですね葉水を打つとかまあこういう風にやっていただくだけでもだいぶはだにの被害を抑えられるのでぜひやってみてくださいということで以前もご紹介させていただいたんですけどもやっぱりここ暑い中ずっと続いているとこういう管理とかもやっぱりおろそこになってしまいますよねそりゃそうですよね日中30度も上回ってますから えー、この暑い環境の中、えー、ナスを収穫するだけで精一杯まあ、せいぜいこの横の方に垂れたところを収穫したついでにパチパチとハサミで落としておこうかなという感じで、えー、管理をしている方がほとんどだと思いますが本当に雨が降らずただ降らないだけだったらいいんですけれども真夏の雨が降らないも,もちろん困りますが、えー、真夏日のような日が、えー、今年は過去最高 日数を叩き出したそうですね、えー、ニュースでやってました、えー、平年に比べて、えー、もうずっと暑い日が続いている日数が長いということは、えー、やっぱりその年は虫が大量発生すするんですね、えー、このような家庭菜園の方で例えばナースを1本2本栽培しているくらいでしたら、えー、毎日収穫をし,しに行く時に夕方になったらこういうふうに水を与えてあげるだけでも効果的です。 それにしても、なす、半身腸病に感染したものも、えーり見、見事にですね、立派に大きく成長して、えー、毎日おいしくいただいています。皆さんのところでどうでしょうか、今年は春先植えて、えー、ちょっと病気が、ね、雨が多くて逆に出ちゃったとかいう方もいると思うんですが、それからだいぶ気温も高くなって、そういう病気って逆に今、高いと止まるっていうのもあるんですよね。まあ、その中で一つが半身 胃腸病ですね。半分だけ枯れてしまうもの、えー、梅雨の時期は気温が半身胃腸病が増えやすい活動しやすい気候なので、えー、増えます目で見てわかるだけども梅雨が明けてカッと今の高温期みたいな日照りが続くと。 半神胃腸病が地中で活動しにくいぐらい温度が地面の温度も高くなっているので弱っちゃうんですね、えー、死んでなくなって消滅してしまうわけじゃないです一度感染したものはこれはもう治すことができなくて上手に付き合っていきましょうということですね引き抜いてしまってはもったいないと1本2本でしたら引き抜いてしまうよりは大事にですね剪定をしてで後からまた新しくこう剪定をすると切ったところから こう新しくどん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 芽が出てまた美味しいナスが出るので、えー、この暑い中でもこうして栽培ができるでもただしこの半身日腸病について、まあ、ちょっと話はずれてしまいますが、えー、9月過ぎて10月頃秋の彼岸ちょっと過ぎてくると、えー、日中の気温も結構下がってきますよね朝晩も涼しくなってくるそうするとまた春の陽気に似てくると半身日腸病も えー、いなくなってるわけじゃないのでまた活動しやすい気候に、えー、気温まで下がるとまた同じように秋の阪神一応病というものがまあ、出てきますまあ、それでもまあ、そこまで、えー、収穫できたのであればまあ、それは大成功ですよね病気で本来でした引き抜いてしまうものも様子を見ながら うまく付き合って少しずつ収穫しながらまあ楽しめたということで、ね、やっていければねそれはそれでいいですよねただやっぱり肌にだけは本当に怖くて <laughs>、えーうん、まあ特に菌を持っているとか、えー、例えばウイルスを持っているとかそういう怖いものではないんですが一、うん、箇所二箇所出てしまったりすると繁殖能力がすごいんですよね、えー、肌にて卵を産んで次の世代に交代するまでの期間が他の害虫に比べて 短いのでどん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 卵を産んで増やすでスピードが速いのであっという間に1箇所ぐらい枯れているものとか被害が見えるあると1週間ぐらいもあるとですねもう全部の新芽がなくなってしまうほど爆発的な繁殖力ですねこうナスを犯してしまうんですね食害してしまうとやっつけられてしまう、まあ、そうならないために。 えここまで成長、えー、させて、まあ、例えば秋茄子、えー、嫁に食わさんという昔の言葉であると思うんですが秋茄子は、えー、美味しいということだと思うんですよね、えー、やっぱり美味しいです更新剪定などをすると新しく出てきた新芽から実る茄子はまあとにかく柔らかいです、えー、5月の連休過ぎて一発目、えー、最初に収穫したあ茄子思い返してみてください ピカピカの輝いているようなナスでいやすごくいいナスがやっと一本二本取れたよと皆さんすごく美味しく食べた記憶があるんじゃないでしょうかね、まあ、それが今ちょうど成り出してくるわけですよねその収穫を霜が降りる頃まで長く続けるためにもこのナスの成長点をやられてしまってはもうナスがピタッと終わってしまうので水をたっぷりと かけてあげることですね例えば今一本二本のナスの木があるんですがこの浄露一杯たっぷり口いっぱい水を今入れてこういう風に今かけてますこれは毎日やらなくて大丈夫ですこうやってかけて下の方に肌にを落としてしまうとでだんだんとまた雨が降らない日が続いて2日3日続いてくるとまたこれが乾燥しますよね 下の方に肌荷が落ちて、また上の方に生え上がってきてしまうと、また新芽の方にが食べられてしまう恐れがあるので、ま2日、3日経ったら、また収穫する時にでも、ついでに蒸老などでまたかけてあげる。たったこれだけですね。ただし、まこれもやるのも必要なんですが、同時に、 農薬に頼らないで栽培をされている方いましたらぜひこういうお酢のスプレーとかなどもこれ1週間間隔で構いませんので水で薄めてかけてみてくださいこれから9月過ぎて10月間近になってくると気温が少しずつ下がってはくるんですけれどもそうすると春の陽気にすごく近くなるときに目立った病気今度は病気ですねその中で え今度は地上部、えー、下の方から発生するものは半身長病とか青枯病ですけれどもここから上ですね葉っぱとか茎があるところこう株元よりも上、えー、で出やすいものが、えー、一番がやっぱりうどんこ病から始まると思いますうどんこ病が出るような季節になってくると、えー、今度は灰色っぽいカビなどが葉っぱの大体後ろなどにですね ついてくるんですねこれ普通の健康層の葉っぱも日中乾いていると涼しい容器になるとこれが裏側を返すとここへ白っぽいものが粉を吹いたものこれがうどんこ病でそれと同時に出てくるのが灰色カビ病というものですね灰色カビ病は、えー、銀色にピカ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 光っているような感じで光沢が多少あるものもありますし えー、うどんこ病にすごくそっくりな、えー、白っぽい綿のようにして最初出るので、まあ、そういうふうにみ、えー、み目で見て、えー、すぐわかると思いますそれを増やしてしまうとやっぱり収穫量が落ちるんですねうどんこ病でしたらそんなに大したことはないんですが灰色カビ病などは例えばなんですけれども、えー、ナスの咲いている花などにも付、えー、くことがあります、まあ、これはちょっとしぼんでしまいましたが、えー、これがパーッと花びらが、えー 広がっている時にこの中にハイロカビ病の菌というものは入り込んじゃうんですねそうすると咲いた花もいずれ枯れますよねで完璧に落ちるまでに時間が多少あります1週間ぐらいその間に枯れたところを餌としてハイロカビ病がそこからナスに入っちゃうんですねそうすると実っているナスの例えばこういうヘタのところにどん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 入り込んで、まあ、普通の健康なナスのヘタでしたら この下の下ビビラビラといいているものがあると思うんんでですすが、がこれれ引っ張っ張ても取れないんですね。でが灰色カビ病にえかかったりするとこれを指でスッとやっただけでもペロンと溶けたようになってしまうものそれ灰色カビ病による菌がえここ侵食していることになりますのでそうすると全部に広がると収穫した後、冷蔵庫などにしまって、えー、3本4本しまっておくとドロッと石を放つように溶けたみたい。 なってしまうことがあるので同時にオスのスプレーなども定期的に与えてあげましょう、まあ、殺菌ですねお酢は殺菌能力がありますで、一般的なオスというものは植物の体内に取り込めるような形までにはならないんですねだからお酢をかけたからお酢の成分でナスが強く丈夫に育つというものは難しいんですけれどもただし普通の一般的なお酢を ニンニクや唐辛子などを入れて1ヶ月間熟成させたものはオスの形というものが変わります。オスはオスなんですけれども、それがこの植物に1ヶ月間熟成させたものは葉、茎、この実とかにかけると、そこからこの葉っぱからもこのナスの植物体内に取り込める形のオスとなって吸収されると、 えこの傭兵とか茎とかそれぞれが丈夫に育つんですねそれだけでも病気にかかりにくい育ち方をするような枝がどん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 新しく出てくるのでやっぱりこういうオスなど定期的に農薬などを、ね、嫌な方はやってあげるだけでも丈夫に育ちますのでこのようにして今の暑い季節の環境、えー、まだ本格的な寒さが来るまではまだまだ日数がありますのでたくさん。 大事ににいいいっっぱい収穫できるようにぜひやててみてください肌煮を下に落とすためもあるんですけれども雨が降らないとやっぱ下の方にある肥料を根っこからうまく吸うことができないのでこのように上の方から水をたっぷりとかけてあげれば下の方に水はいずれ流れ落ちて下の方に染み込んで下にある肥料に混ざってそれから根から吸われてなすが大きく成長できます。 またここ数日日中がとても暑い日が続いていますので、まあ、茄子に水を与えるのもとても大切ですが、くれぐれも日中は水分補給を忘れず、しっかりと取っていただきながら、また休憩を挟んで体調を崩さず、皆さんも楽しい菜園エンでお過ごしください。今日も動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。またよろしくお願いいたします。